そうですね、人気の商品としてはあのふわふわ卵ロールという商品なんですけども、それはもうあの卵の割とリッチな感じのスポンジ、ふわふわのスポンジ生地にあの白あんとマスカルポーネチーズを合わせた生クリーム、ちょっとあっさりめの生クリームを巻いた、まあ、お菓子なんですけども、まあ、純粋に生クリームなマスクだけじゃない、あっさりとした和風の甘みもありますので、うん、これもあのご注文なんかにもよくお使いいただいてますね。ブラックボードにですね、はい、バースデーメッセージ書かれたりしてるんですが、はい、あれはどういったサービスなんでしょうか？そうですね、デコレーションケーキをご予約いただいたお客様の、誕生日の方のお名前を、まあブラックボードでお知らせをして、まあケーキを取りに来られたお客様がボードの前でお写真を撮られたりとかですね、なんかそういうことで使っていただいてますね。